今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち雨となっています。芝ダートの重い壁については概要欄に説明がありますので、ぜひそちらをご覧ください。4レースのエンドロールは軽い芝アウという馬です。7レースのコーンフィールドはダートでの単票になりますが、距離短縮に注目している馬で三角の状態です。8レースのアラカザームは東京 1300m か 1400m で狙いたい馬となっています。10レースのカフェサンドリオンは上がりかかればという馬です。11レースのソサスブレイは重い芝校舎 1800m ベストという評価で三角の状態です。11レースのワールドウィンズは 2000m からの距離短縮に注目している馬です。12レースのフェアリースタイルは重いダート校舎という評価です。12レースのヤマニンビオローネは 1800m からの短縮でという馬です。続いて土曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇り一時雨となっています。8レースのセントクリーガーは 1400m を見たいという馬です。はい、では土曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち晴れとなっています。9レースのアケルナルスターは軽い芝で切れるという馬です。12レースのサンライズストラスは軽いダートなら昇級でもと考えている馬です。はい、では日曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち晴れとなっています。5レースのバンダービルドは初戦上々だった馬です。5レースのシャインフォールはダート適性が高いと見ている馬です。6レースのクリノクーニングは重いダート専門の追い込み馬という評価です。11レースのアートハウスは長い直線歓迎という馬です。11レースのルージュエヴァイユは軽い芝に興味があるという馬です。12レースのフィロロッソは 1800m なら上でも重いダートの方が良さそうという馬です。はい、続いて日曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。4レースのベリテマリは 1400m からの距離短縮に注目している馬で三角の状態です。6レースのキュートヴィランは1月29日の内容が上々だった馬で三角の状態です。8レースのカンタムレルムは直線長いコースの延長が見たいという馬です。10レースのカンピオーネは2勝クラスでも通用と見ている馬です。10レースのハピは適性を図りたいと感じている馬です。11レースの当選アランは1月5日の内容が優秀だった馬で三角の状態です。はい、では最後に日曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は雨のち曇りとなっています。4レースの名勝名優は今回は障害戦への出走となりますので確固となります。8レースのリブエルは先行できればという馬です。9レースのアウトオブサイトは今回は芝への出走となりますので確固となります。11レースのお主なりものはダートでの単票になりますが、軽いダートならさらにという馬で三角の状態です。11レースのデトロイトテソウルは軽い芝でさらにという馬です。12レースの雪のフラッシュは 1600m で巻き返しという馬です。よろしく頼むぞ。今週の注目馬は以上となります。毎週の解雇による競馬力アップは毎週月曜日19時から宗広義孝の中央競馬前列解雇をご覧ください。この動画に対する高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。